はもともと木材が好きで、7枚合板を探してて、その中でワノキの未練を一回試した時に、あ、これすごく自分に合うなと思って選びました。もちろんカーボンラケットも試したんですけど、やっぱり木材がいいっていうところで、もちろん飛ぶんですけど、自分の中では飛ぶっていうよりもコントロールだったり自分の感覚を重視したかったので、やっぱり7枚合板で飛ぶラケットがあればいいなっていうところでこのラケットを選びました。いろんな選手に合うラケットだと思いますし、一番魅力っていうのは玉持ちの良さだけども、木材の中でもやっぱ飛ぶっていうところが持ち味かなと思うので、大会の成績っていうのも出せましたし、一度本当に選択肢として試してほしいラケットかなと思います。ラケットもラバーも玉持ちが良くて引っかかってくれるので、カウンターの技術が一番いいのと、やっぱり台上の小さなプレーっていうのがかなりやりやすいなと思ってます。これからもよろしくお願いします。